はい、皆さんこんにちは、もちだです。もっち先生の英文法順動詞の話、今回は1回完結で順動詞の構文的な仕組みについてお話をしていきます。今回のポイントです。まずは英語の動詞の語形について確認をしていきまして、続いて基本時制の有無による英語の動詞の分類を行います。その後で不定詞の仕組み、動名詞の仕組み、分詞の仕組みをそれぞれ順番にお話をしてまいります。なお、順動詞の個々の用法については、不定詞の話、動名詞の話、分詞の話というシリーズを設けまして、それぞれ展開してまいります。それでは今回もよろしくお願いいたします。それではまずは英語の動詞の語形の話をしていきます。英語の動詞には6種類、6つの語形があります。まずは元の形、原形ですね。辞書の見出しになっている形です。そして原形そのまま、もしくは原形に S などをつけた現在形、原形に ED などをつけた過去形、そして原形の前に to を添えた to 不定詞、原形の語尾に ing をつけた現在分詞や動名詞、そして原形の後に ED や EN をつけたりする過去分詞。この6種類、6つの語形があります。続いて、基本時制の有無による動詞の分類というお話をしていきます。英語の動詞は基本時制を表すか表さないかによって2種類に分類することができます。それが述語動詞と準動詞です。述語動詞の方は文の主動詞、メインの動詞でありまして、現在形または過去形、もしくはこれらどちらかの形を先頭に含む動詞句、これが述語動詞です。この述語動詞の方が基本時制を表す形です。そして、基本時制を表す動詞は主語を取ります。なお、この基本時制を表したり主語を取るという仕組みは、命令文だけは例外です。はい。命令文で原形を使いますけれども、これだけ例外ですが、それ以外の述語動詞は基本時制を表して主語を取るということです。一方の準動詞の方は、こちらは不定詞、分詞、動名詞が、こちらに分類されますけれども、この準動詞というのは基本時制を表しません。現在とか過去というふうな基本時制を表しません。そして、主語も取りません。基本時制を表さないので、それと連動して主語も取りません。これ準動詞っていうのは、述語動詞を用いた文の中で使われますので、述語動詞と連動する形で時を表しますので、基本時制をそれ自体で表す必要がない。そういう動詞なんですね。さあ、改めて確認していきますけれども、英語の述語動詞は、現在または過去という基本時制を表します。基本時制を表す動詞は、これと連動して、必ず主語を取ります。日本語にはこのような厳格な時制の仕組みもありませんし、これに連動して主語を取る仕組みもありません。英語の準動詞はこうして見ていきますと、述語動詞と比べて、動詞としての働きが弱くなっているような感じがするわけですけれども、ただその代わりに準動詞というのは名詞や形容詞や副詞の働きもします。つまり動詞と名詞、動詞と形容詞、動詞と副詞、この2つの働きを兼ねる、そういう語句になっています。それから動詞を述語動詞と用いる場合も、準動詞で用いる場合も同じ文型を取ります。同じ動詞であれば同じ文型を取りますよということですね。今ご覧入れましたけれども、SV, SVO, SVC, SVA, SVOO, SVOC, SVOA。すべてが準動詞で用いた場合にも対応しております。不定詞の仕組みを見ていきましょう。今申し上げた準動詞は基本時制を表さない。でも述語動詞と同じ文型を取りますよってことを見ていきます。Birds fly。これ現在形ですけれども、to 不定詞になりますと to fly ですね。現在、過去っていう時制の区別はなくなって、to fly、元と同じ文型を取っています。The woman speaks English. Speaks English が to speak English ですね。現在形が to プラス原形に変わっています。My father gave me a book. Gave me a book. 過去形の文ですけれども、to 不定詞になりますと、to give me a book ですね。現在形でも過去形でも to プラス原形に変わるわけです。時制の区別がなくなります。The children call the cat Felix.
これは現在形の文ですけれども、to 不定詞にすると、to call the cat Felix というふうに to プラス原形になります。なお、意味上の主語をカッコで示しておきましたけれども、for プラス名詞という形で表すのが基本です。もちろんこれは、文の他の主語とか目的語とかの名詞と一致する場合は削除されますので、別に主語を表す必要がある場合だけ、この for プラス名詞を意味上の主語として表します。to 不定詞の基本的意味ですけれども、何にすることとつながって、何にすることに向き合ってというのが基本的な意味です。この to 不定詞の to というのは方向を表す前置詞の to と同じ形です。語源的にも前置詞の to から生まれました。この前置詞の to というのは目的地との直接的なつながりを表します。ですので、to 不定詞の to も何かをすることに向かってという意味になります。ここから、何々しようとすること、これから何々しようとすることという意味が引き出されまして、この意味が to 不定詞の用法の中でも最も頻繁に現れる意味となっています。それから述語動詞が基本時制以外の意味を加えるときに使います4つの規則がありますけれども、この4つの規則の一部は不定詞にも適用することができます。助動詞プラス原形の規則は、助動詞に to が付けられませんので適用できません。助動詞は現在形か過去形しかありませんから、to プラス原形にできないんですね。それから、完了形は to have 過去分詞という形があります。進行形も to be プラス現在分詞一応ありますが、それほど頻度は高くありません。それから、be 過去分詞の受動態も to be 過去分詞という言い方があります。続いて、動名詞の仕組みを見ていきましょう。birds fly という文を動名詞にしますと、birds flying。現在形が因語形、動名詞に変わります。the woman speaks English。この speaks English という現在形の文ですけれども、動名詞にしますと speaking English。時制は失われて因語形になります。そして English、目的はありますけれども、この元の文型は保たれます。My father gave me a book, gave me a book。過去形の動詞を使っていて、me a book。二つ目的語がありますけれども、この文型を保ったまま動名詞になります。giving me a book です。The children call the cat Felix. 現在形の文、the cat Felix, OC ですね。SVOC のパターンとなっていますが、この文型を保ったまま因語形になりまして、calling the cat Felix という言い方になります。なお、意味上の主語なんですが、意味上の主語を表す必要がある場合は、名詞だけもしくはアポストロフィスをつけて表します。認証代名詞の場合は、目的格または所有格を使います。そして動名詞の基本的な意味ですけれども、実際に何々していることとなります。これは実際にしていることだけでなく、実際にしているのを想像することまでをカバーします。また、動作が繰り返し行われることを意味する場合もあります。この to 不定詞の場合と比べていきますと、to 不定詞の最もよく使われる意味というのが、これからしようとすることなんですが、これに対して動名詞は実際にしている。つまりまだやっていないことなのか、実際にやっていることなのかという使い分けがあります。そして、動作を表す場合の特徴としては、to 不定詞の方が一回限りの行為や変化を表すのに対して、動名詞は行為や変化の繰り返し、何回も行うことを表す。こういう傾向の違いがあります。述語動詞が基本時制以外の意味を加えるときに使う4つの規則の一部は、動名詞にも適用することができます。やはり原型に因語をつけた動名詞ですから、原型のない助動詞に因語をつけることはできません。一番の助動詞プラス原型をそのまま動名詞構文にはできません。完了形は having プラス過去分詞があります。そして進行形なんですが、動名詞自体が因語形ですので、進行形の動名詞はありません。そして、受動態の助動詞は being プラス過去分詞という形が存在します。さあ、続いて分詞の仕組みを見ていきましょう。英語の動詞には先ほどお話をした通りで、分詞と呼ばれる語形があります。この分詞には、現在分詞と過去分詞という2種類の語形があります。ただ、分詞も準動詞ですので、基本時制を表さないわけですよ。ですから、現在分詞が現在を表すわけではないですし、
過去分詞が過去を表すわけでもありません。では一体何を表すのかと言いますと、現在分詞が何かをしている途中という未完了を表しまして、過去分詞の方が何かをした、し終えたという完了の意味を表します。なお、過去分詞に本来あるはずの目的語が欠けている場合があるんですけれども、その場合は受動です。受動体の意味が加わります。では、現在分詞の仕組みを詳しく見ていきますと、birds fly という現在形の文、目的語はありませんけれども、そのまま現在分詞になります。flying ですね。The woman speaks English。こちらは現在形の speaks の後に English という目的語は続いておりますけれども、これも目的語を保ったまま、現在分詞に変わります。Speaking English. My father gave me a book. 過去形の gave の後に me a book. 二つ目的語がありますけれども、この文型を保ったまま giving me a book となります。Call the cat Felix. 目的語 cat. Felix 保護ですね。SVOC の形になっていますけれども、これもこの文型を保ったまま現在分詞。Calling the cat Felix となります。なお、意味上の主語を表す必要がある場合には、そのまま名詞を使って表します。独立分詞構文っていうのがあるんですけれども、その場合、意味上の主語を別に表すことがあるわけです。さあ、過去分詞のうち、完了形の文から変形した場合を見ていきます。で、実はここにご覧いただいている通りで、通常完了形の場合は、having 省略されずにそのまま使います。Have flown, having flown. Had spoken English, having spoken English. Had given me a book, having given me a book. Have called the cat Felix, having called the cat Felix. というふうに、現在完了形、まあ、過去完了形の場合もありますけれども、そのまま having プラス過去分詞を使います。ただし、自動詞の完了形の場合、自動詞の完了形の分詞は、having が省略されて過去分詞だけで用いられることもあります。続いて、受動体の文から変形した過去分詞のパターンを見ていきます。受動体というのは本来あるはずの目的語が欠けてしまっています。主語の位置に移動してしまいますから、欠けてしまいます。ですので、今ご覧いただくようなパターンになります。SVO、SVOO、SVOC、SVOA。これらの文型から受動体が作れます。今、オレンジ色で示してあります目的語の O ですね。これが主語の位置に移動します。はい。矢印の後、オレンジ色の主語 S がありますけれども、そうすると B 過去分詞の後のプラス下線ですね、アンダーバーがありますけれども、この部分が目的語を欠けていることを表しています。で、このパターンから過去分詞の順動詞の用法のパターンが生まれます。一番右側に示したパターンですね。文で見ていきますと、English is spoken here。この自動体の文、現在形の is の後に spoken。過去分詞があった自動体になっています。これが過去分詞の構文になりますと、being spoken here もしくは spoken here となります。I was given a book, was given a book 過去形の文ですけれども、これが過去分詞の構文になりますと、being given a book もしくは given a book となります。The cat is called Felix. この is called Felix. こちらも過去分詞の文パターンとなりますと、being called Felix もしくは called Felix となります。これ意味上の主語、English とか I とか the cat とかありますけれども、これもし使う場合はそのままつけます。で、being に括弧ついておりますけれども、being を残しておくと未完了になるんですね。being を削除して過去分詞だけにしますと、過去分詞が本来持っている完了の意味が表に現れてきます。それから、述語動詞が基本時制以外の意味を加えるときに使っている4つの規則ですが、この規則の一部は分詞にも適用することができます。やはり、不定詞や動名詞の場合と同じように、助動詞プラス原形を分詞のパターンで用いることはできません。助動詞は現在形と過去形しかありませんから、これに因語をつけることはできないわけですね。因語形は原形に因語をつけて作ります。そして、having 過去分詞。という完了形は存在します。先ほど申し上げた通りで、自動詞の場合は having を省略することもあります。そして、もともと因語形ですので、進行形の因語形、分詞の形はありません。で、being プラス過去分詞なんですが、これも being プラス過去分詞と
いう形で受動態にすることができます。の、have とか be っていうのは、分詞を補完して分詞の意味を述語動詞に生かすためのものなんですね。ですから、述語動詞として使わない、準動詞で使う場合は、分詞だけで本来に意味を表すことができるわけです。今回はここまでです。ご視聴いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録をしていただけますと幸いです。概要欄で文法能力開発のご案内をしております。どうぞよろしくお願いいたします。